おい少年、貴様覗き見してるだろう。俺にも見せろ。ん、石野くん、なんか手をひらひらやってる。手話じゃねえの。なんだって。すごいな、石田くんにはそんな特技が。ん、お前手話わかるのか。通訳しろ。さっきのうんこ頭誰？全然知らない人。キモーい。まじめに話せよ。落ちるなよ少年。本当は会ってはいけないと思った。友達の意味をこの2週間ずっと考えていた。僕が君に会う理由探していた。石田くん、嬉しい。私も同じこと考えてた。おかしいね。西宮、これパン、恋に。餌やり楽しい。あ、そっか。西宮、やっぱそれあまし見ない方が。待って、西宮！